このヘアクリップを使って留めてる方、崩れないテクニックをご紹介します。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこのクリップあるじゃないですか。このクリップを使っている方、結構ねこれだけで留めてる方って崩れやすいと思うんですけど、これのね崩れにくいテクニックを今日はご紹介します。多分大体の方ってね、こうねじってこのパチッと留めて、で髪の毛の量が多い方だったら、もう結構な割合ですぐにポロンと取れちゃう方多いと思います。でもこれねクリップめちゃくちゃ簡単なんで、皆さんね使いたい方も結構多いかと思います。今日はね、たった一工夫するだけでもう崩れなくて、なんなら1日持つヘアアレンジのテクニックをご紹介しますので、このねクリップをいつも使いの方、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ではやっていきます。まずね、皆さんがやられる方法、だいたいねこうまとめて、そのままくるくるくるっとねじって、この状態でこのクリップで留める方結構多いと思います。でこれだと時間が経った時に結構こうやってこう崩れたりとかもするので、この方法じゃない方法で今日はやっていきます。次は崩れない方法です。まずね、髪の毛をちょっとまとめてゴムで一回ポニーテールにします。このポニーテールにするのが結構ポイントです。でポニーテールした時にこのまま一個空洞を開けて、真ん中にね、で下から一度くるりんぱしていきます。でそのまま毛先の部分を同じようにくるくるくるっとねじってあげて、こんな感じで、でこの上にクリップを留めていくっていう感じです。ただこのクリップの留め方なんですけど、これ全部をねまとめていくと結構難しいかなと思うので、なるべくねこのくるくるくるってまとめた部分と、あとはこの髪の毛の部分を半分半分取るようなイメージでクリップで留めていく。そうすることによって結構ねバチッともうこう動かしても崩れないように止まってくれます。これをするともう一日ね何をやっても崩れないクリップアレンジになります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきましたね。もうポイントとしては、もう結んでくるりんぱすることによって外れにくいよっていう感じです。ただね、ポニーテールにしてからだとこうねじったとしても同じようにこう外れてしまうなんですけど、くるりんぱすることによって一回ねここでこう髪の毛がまとまった状態で毛先だけを巻きつけて留めるっていう感じになります。でそうすることによってね、一日崩れない、クリップアレンジになるかなと思いますので、少しねこういつもこう、まあ、手軽さが売りみたいな感じのクリップアレンジあると思うんですけど、やっぱりねこの使い方うまくやればめちゃくちゃ可愛かったりもするので、ちょっとねいつも崩れやすい方、この工夫をしながら、アレンジを楽しんでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。